今日のニュース解説なんですけれども、自民党裏金問題で、世耕弘成さんとかですね、萩生田さんとか、この辺がですね、事件化されずに、ね、一部の議員はですね、議員失職というか、失職というか、辞職をしたりとかですね、罰金刑、の方向に行ったりとかですね、いろいろしてたんですけれども、裏金の金額によってですね、処罰がされなかった議員に対して、再びですね、検察にですね、告訴、告発ですかね、されていた事例があったんですけれども、この事例がまた検察によってですね、不起訴にされたということで、この問題結構長引くんじゃないかなというふうに思いました。まあ、2回、不起訴になったということで、この、まあ、なんか、オンブスマンみたいな人たちですね、大学の教授の方がですね、頑張ってですね、裏金、お金の流れを調べてですね、裏金問題を告発してるわけですけれども、金額が少なくてもですね、刑事罰を受けるべきだという、勢力の方々がですね、自民党の議員、特にですね、幹部議員の人たちをですね、これからまた、次はですね、検察審査会ですね、検察が動かなかった場合、検察審査会に申し立てをするということが可能になっております。で、こちらに申し立てるということももう表明されているので、確実にこの辺の方々、自民党の、まあ、安倍派の幹部の方々はですね、告発されると思います。そうするとどうなるかというとですね、検察審査会11名の市民から選ばれた裁判員のような方々が、起訴相当か、不起訴不当なのか、不起訴なのかを決めます。まあ、要は不起訴になった事例が、検察審査会に送られるわけですけれども、こちら、いわゆる市民が、評議員を務めますので、裁判員と一緒ですね、いわゆる市民感覚。まあ、つまり、言ったら、マスコミとかに、踊らされてる素人、みたいな感じの、まあ、ふわふわとした質疑論によって、起訴相当か、不起訴不当か、不起訴が決まるので、まあ割と世間の風に流されやすい傾向があります。まあこれまでですと、例えば東京電力、津波を予測できたんじゃないかと。で、福島第一原発の事故が起きたのは東電の人たちが悪いということでですね、検察は不起訴にしたはずなんですけれども、検察審査会に申し立てられて、起訴相当が2回議決されてですね、最終的に検察審査会にで起訴されました。で、こう、起訴された場合は今度は検察官じゃなくて弁護士が、検察官役をしてですね、その人たちが、検察官役をして捜査をして、処分を決めるという、そういった流れになると思います。いわゆる市民感情でこの事件は許しがたいって言ってるような事例、まさにこの自民党の裏金問題、今回のね、衆議院のですね、3つ補欠選挙行われましたけれども、東京15区、そして島根1区、長崎4区、自民党全敗ということでですね、裏金問題に対して世間が非常に、僕はね、大したことねえと思うんですけど、まあ、検察も普通に量刑相場っていうのがあって、あの程度の事件は不起訴にするっていうのが、量刑相場的には、今までの事例もですね、別に政治家に限らず、一般人もですね、脱税とかいろんなところでですね、事件化されようとしてるわけですけれども、まあ、それでもですね、不起訴になってるぐらいの、要は罰金刑にもならないようなぐらいの金額なんですけれども、冷静に考えればそうなんだけど、国民生活厳しくなってるのに、政治家はもっと厳しくなるべきだ、自分は、みたいな感じで、まあみんな叩きまくってるんで、それがまあ世間の風なので、それをまあ参考にするとですね、検察審査会おそらく起訴相当2回連続で出す可能性まあまあ高いと思います。冷静に考えて。そうすると、強制起訴という、まあ東電の幹部の人たちと同じなんですけど、されます。強制起訴されると、検察官役の弁護士が任命されて、その人たちが捜査をして、再びどうするのか、処分を決めます。でも多分、その国民感情を考慮するとですね、まあ、罰金、本当はね、これ罰金刑でも食らったら政治資金規正法違反なんで、公民権を失って政治家でいられなくなるんですけど、まあこれは政治生命的に言うと大打撃なわけですね。まあ特にですね、安倍派の幹部の人たちは首相候補と言われてる人たちの、まあ、集団にいるわけですから、ここで傷がつく、何年間も政治家でいられなくなるというのは非常に大打撃なわけですけれども、その時にその検察官役の、弁護士がどのような判断を下すのか、
裁判に持っていってですね、まあ、裁判に持っていかれたら最終的に判決を下さなければいけないので、まあ、僕、少額の罰金刑、まあ、つまり、多分50万とか100万ぐらいの、多分3000万円以上裏金になった人でそれぐらいの罰金刑になってるはずなんですけど、まあ、それよりも少額の数万円とか、3万とか5万ぐらいの、まあ、ほんと、ションベン刑的な、でも罰金刑みたいな、それで公民権失うっていうシナリオは、まあまあ僕はあるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあそうでもしない限り、なんか、だから逆に言うと、検察審査会に行くとまた1年2年と時間かかっちゃうんで、その間裏金問題解決してないことになって、自民党への逆風続くんじゃねえかなっていう気もするので、さっさと何らかのことをした方がいいんじゃないかな。だから、議員辞職なのかわかんないけど、まあ、とにかく何らかのことをしない限りこの問題ずっと引っ張られるような気がします。マスコミも野党も、まあ、ここしか多分ポイントないんで、ゴリゴリに、意外と岸田政権、その裏金問題以外ってちゃんと政権運営してるんで、まあ、円安もね、ちゃんと対抗して、円安をある程度止めたりとか、ずっとデフレだったのがインフレ気味になってきてるし、結構いいこといっぱいしてるんで、その辺、うまく活かすためには、もう一段厳しい処分みたいなことが、もしかしたら自民党にとっては必要なのかな。というふうに、まあ、冷静に第三者としては僕はそういうふうに見てますという話でございました。